24点アップを目指す根本の夏特訓。皆さんこんにちは。レックス専任講師の根本です。ここでは私がお盆期間に実施する24点アップ講義について説明していこうと思います。まず講座のコンセプトから説明していきます。この試験では、ほぼ毎年出る論点というのがあります。設立とか、時効とか、 持ち分会社とか、信託とか、ほぼ毎年出る論点があります。その中でも、自分で勉強しやすいものもあれば、もう丸暗記をしている、勉強しづらいという論点もあると思うんです。今回は、自分でやりづらいところだけをピンポイントで、そして一日で終わらせる。それを目指していこうとしています。 ポイントになる点が2つ。まず今言ったように、自分で勉強しづらいというところ、そこをやるんだってこともそうだし、なおかつ、まず出るところです。まず本試験でほぼ毎年出るところ。そこに絞っていきます。そして、1日で終わらせる。この3点にあります。具体的には、どの日程で何を行うのか。 こういうラインナップになっています。新宅登記、ほぼ毎年出ます。不動産登記の総論部分、苦手にしている人が多いところでしょう。持ち分会社、もう本当に丸暗記をしちゃっている方、多々見えます。商法総続商行為、もう初めからもう駆けに出ている人も多いところです。一般法人、 この辺りも単純に株式と同じと割り切って解いている人も多いでしょう。そして最後、民事保全。これやれば1日というか3時間で終わらせられるんですよ。しかも丸暗記とかに頼らずに。こういった分野について今回、講義の中で触れていこうと思っています。目指していることがあります。 8問24点、そのアップを狙うこのお盆期間だけで24点アップを目指すこれが私が今回やろうとしている講座一番やりたいことのコンセプトになります。では具体的にいきましょう。とにかくこだわったのはいかに効率的に点数を上げるかという点です。 一つは教材です。インプットとアウトプットの教材、まとめて一冊でやっていきます。一冊。はい、具体的に言うと、左側のページに、こちらには必要な問題、右のページの方にはまとめ図表を入れています。 もちろん、この二つにはリンクを貼っています。まとめ図表のこの部分が、この問、え、問題のこ部分はまとめ図表のここですよ。まとめ図表のこの部分は問題のここで出てますよ。このようにお互いにリンクを貼ってあります。それでこの問題というのは、本試験の過去問、この過去問でもやらなきゃいけない問題、使用抹節で出そうもないものは省いてます。それだけじゃありません。 レックの当例問題で必須のもの、えー、気質・密質問わずそういったものは入れていますですのでこちらアウトプット素材はこれ以外いりませんそれでのアウトプット素材についてまとめ表がありますですからこの一冊でこと足りるとこの分野に関してはこの一冊で大丈夫です 青文字のところ見てやってください。皆さんがやることは、テキストに載っている問題をとにかく解いていくことです。そして、その都度、右に載っている図表を確認していくことです。それが終われば、この一冊でその分野は得点できます。この一冊をひたすら解くことによって、点数が取れるゴールまでたどり着けます。 テキストをこなすす。だけけででゴールままた,たどり着けるようにしています具体的には2019年に実施しましたタックインスターゲット攻略講座というものをバージョンアップして使っていますもしご存知ない方はタックインスターゲット合格体験記という言葉で検索をかけていただければいろんな合格体験記が出てきますこちら平成31年最終合格トップ合格の方もこの教材を駆使していました でこの教材、バージョンアップをかけています30年、31年の過去問、またその間の当連問題を積極的に取り入れて結構バージョンアップしていますでは次のポイントに行きましょう覚えるための仕掛け、それをいろいろ施してます やっぱり読むだけでは頭に残らない。なので、適時、じゃあ、左の問題何番やってみて。というふうに、適時解いてもらいます。解いた方が頭に残るからです。また、どうしても直前期の勉強って結論ばっかり追っかけます。理由をちゃんとつけて骨太の勉強ってなかなか難しいところです。お盆期間で、それをやりましょう。 また、こちらこの分野はこう考えていくといいよ、これはこれを中心に考えるといい、この人の保護をメインで考えていけば出ていくよと,といったイメージの持ち方、こういったことも、ね、説明していきますスマホです。 お盆期間に生講義を実施しますで通信も通信講座も行いますが通信講座は約2週間ごと遅れてしまいますやはりお盆の期間を有効に使ってほしいということから使用講座ではほぼ初めてでしょうか Zoom での配信をいたしますご自宅に届いた教材そして Zoom の URL それを使ってリアルタイムに講義 けるようになっていますでは生講義と同じ日程で聞くことができるお盆期間を有効に全国どこの方でも有効に活用できるようにしていますせっかくこういったリアルタイムのものができるのであれば質問もできないかと考えました当日に限るんですがえこちら私が電話で 質問などがあれば回答できるようにしておりますちょっと今、電話と言ったんですが、Zoom の機能を使うのか、それとも本校での電話にするのかは、ちょっとまだ検討中なんですが、いずれにせよ、講義当日であれば、その日の内容などについて、私自身が直接回答するという機会を設ける予定です。また講義後についててはオンンラインチュータータを使って 私にダイレクトに質問ができるようにしています私自身が今回この中上級のこの講座に関しては私自身がこの教材の内容について回答いたしますただ申し訳ありませんがこちらの講座全編一括の方だけになりますえっとこの講座全部で8回ありましてこの日だけしか受けないというのはありですただあの質問対応については全部受けた方だけになります またこの質問制度については何回でもできるものではなくあの受講生の公平を図るため回数制限があります。その点だけご了承ください。ということでこれが今回の私の講座になります。とにかくえ今回私が皆さんに伝えたいいうことはこのお盆期間24点アップこれだけでやってしまいましょうと,ということです。もしお時間が取れる方講座の受講を検討してみてください。 私の動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。